アナエロミウクソバクテルデハロゲナンスは、粘液細菌の一種である。粘液細菌であるが、個実体形性能力や、陽菌性を持たず、通性検知性であり、ハロゲン化合物を還元するなど、典型的な粘液細菌とは異なる得意な性質を持つ。ウランやテクネチウムなども還元、不要化することから、汚染された土壌の浄化について検討されたことがある。学名は、 いくつかのギリシャ語とラテン語の合成語で、ラテン語としては、脱ハロゲンする、嫌気性粘液細菌などといったほどの意味になる。ミシガン州、ランシング近郊の河川体積物より、単理、2002年に記載された。0.25マイクロメートル4から8マイクロメートルほどの肝菌で赤色に着色するコロニーとして観察され、滑走による運動能がある。 粘液細菌の系統に入り、粘液放子形成能力を持つが、典型的な粘液細菌と異なり、要菌性や固実体形成能力は持たない。また、基地の粘液細菌はその全てが変成後期性で、あったが、本菌は、通性菌気性であり、酸素の外に、小酸塩、フマル酸塩、に、クロロフェノール、に、ブロモフェノールなどを最終電子受容体として、 利用可能である。この他、鉄、マンガンウラン化合物の還元が可能であり、ウランの不要化を行う。また、間接的に人工元素であるテクネチウム化合物の還元もいった。電子共与体としては、酢酸、水素、琥珀酸、ピルビン酸、ギ酸、乳酸などを利用する。ゲノムサイズは501万3479円基体で、最近の中では、 大型の方だが粘液細菌としては小型である。全細菌中で最高の GC 含量を持つことでも知られており、その GC 含量は74.9%と極度に高い。ありがとうございます。